はいどうも、翔平 TV です。本日は先日行われました翔平ズ対ユベントスさんの試合をお届けします。今回は後半戦ということでお送りいたします。ユベントスさんのピッチャー、140キロ超えの素晴らしいピッチャー、そして翔平ズ、バッターは勝也くんです。さあまずはボール。このピッチャー本当にスピードがねとんでもなく速いんですけど、まあ、こういった変化球の方も素晴らしくビタビタで、はい、翔平ズなかなか打てず。そして6番クリッチ、まず変化球でストライク。そしてお次はまっすぐビタビタのストライクということで素晴らしいですね。そして最後画面を振らされて三振と。そして7番バッター鈴木くんです。はい、インハイのストライクですね。こちらなんとか当たりましてファール。めちゃめちゃ速いんです本当に。そしてこちらビタビタのストライクで見逃し三振となりました。ここまでまさか三者三振となります。そして翔平ズマウンドは引き続き松島くんです。そしてここで両平と一緒にアフレコします。お願いします。はい、というわけで初めて2人でやるんですけど、はい、そして松島くん、もう球えぐくないですか。速いですね、赤面ボールの威力すごい、はい、そしてこちら変化球ですね。ちょこんと流してクリッチ取れるか。クリッチ取れず、まさかの。そうですね、チャージは良かったんですけどね。そうですね、やっぱ体で止めてほしいですね。切れてく打球、まあ難しいですけどね。はい、そしてノーアウトいきなり大ピンチとなってしまいます。そしてマックス140キロ右腕 VS 240キロ取る野球女子メイチュン、まさかの結末が。まさかのメイチュンデッドボール。大丈夫でしょうか。次は喜んでますよ。喜んでるけどめちゃくちゃ危ないボールです。めちゃめちゃ危ないですね。そしてはい、お次のバッター空振りストライク。あの切れって言いましたね、ストライクの変化球の切れすごいな。すごいよね、はい、ちょっとなんかスライドしてるんかな、ナチュラルで、うん、そして走ったメイチュン、走ったメイチュン盗塁。はい、実は走れるんですかねメイチュンもね。そしてお次のバッターは、はい、左中間に落ちてランナーは生還と。そしてメイチュンも生還。打ち取ってるんですけどね、場所がね、前進守備しちゃったんで。はい、そしてお次のバッターは空振りでストライク。そしてはい、スライダーですかね、変化球ダブル三振。いや、えぐいっすね。いや、それを取る田中君もすごい。はい、そしてお次の打球ファーストゴロ、これはギリアウト。はい、翔平とね松島君の翔平コンビの連携でした。そしてそろそろ追いつきたい翔平ズ、バッターは松島君。やばすぎるこれは。そしてお次奥村さん、もう避けまく最初からもう下がってますから、ほら、いや抜けててこんだけ曲がるのって思うんですよね。すごいですよ本当に。はい、もうバッターもう腰引けてますから、もうえぐさがわかる。もう外ですからね、バッター腰引かずにいってほしい。はい、そして真ん中えぐいけど空振りと。そして追い込みまして高めを振ってセカンドゴロ、セーフと。これダッシュしてるからですね。そうそうそう、やっぱこのダッシュ必要ですね。そして翔平 TV が動きます。
さあバッターは謎の野球女子。相手チームさんにはね、あの選手の友さんということで、まあ素人っていう感じでね、はい、あの打席に立ってもらってますけど、はい、実はね、はい、前の動画出てますよ、全国2位のさくらちゃんです。さあピッチャーはどんな感じでいくか。はいはい、ちょっと抜いてます。はい、ボール。はい、僕もね、早い早いってちょっとこうね、素人ですよっていうねアピールをしてます。ボール。ピッチャー頑張れ。140球投げるピッチャーがこういうゆっくりとしたボールは投げれないですから。難しいですよ、難しいですよ、多分上に浮いちゃいますから。ほらピッチャーおかしいなって言っちゃって、もうはい、乱れてはないですけどね、調整が難しいですから。さあ次はどうなるか、上行っちゃいますね、やっぱりね。はい、画面ボールとなります。右側に映ってるショートの方、はい、もうピッチャーのほんとそばにいるんですよ、めちゃめちゃ前に。で外野もすごい前に来てて、みんなで頑張れっていう感じで、はい、あの協力していただいて本当にありがとうございます。はい、こちらやっとそれが入ったんですけど空振りで、はい、しかしねフルスイングをしてます。はい、ピッチャー分かってるかもしれないですね。こちらも空振りとなります。さあここで、さあお次の、はい、こちらファールとなります。さあここで攻撃の光景が来た、来た、来ました。これはまさかの、はい、前進していてライトは頭をこすれてライトオーバーとなります。はい、まさかのね、はい、ランナー三塁へ進塁ということで、ナイスバッティング。めちゃくちゃナイスバッティングでしたね。これやばいっすね、やばいっすね、打つと思わなかったんで、うん、そして10番バッター破壊王です。さあこの勢いでね、さくらちゃんがスタートします。さくらちゃんがしてます。なんなら確信スタート。そうですね、はい、でバッテリーミスで1点を返します。これ初得点です確か。はい、破壊王、まさかここでさくらちゃんまた走るっていう、三投を多分してるやついないですからね、翔平でね。はい、はい、まっすぐで空振り三振となります。そして11番田中さん、バッテリーミスで、これはさくらちゃん走ってる、走ってます。はい、正解しました、はい、一周してきました、一周しましたね、素晴らしい。はい、完全に流れが変わってきました。さあベンチの雰囲気も超良かったですよね。はい、めちゃくちゃ良かった。はい、田中さんいけるか、ケント、これまさかのセンター前ヒットになります。すごいですね、あのボールを。そうですね、そして江が打って、あ、これはセカンドゴロでアウトとなります。田中さんもいい走塁でしたね。そうですね、それにしてもさくらちゃんナイスバッティングでしたね。そうですね、バッティングも走塁も完璧でしたね。めっちゃ良かったです本当に。次最終回なんでね、ぜひとも見てください。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントもグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします。川自体もいいグロ
勝負なので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とか、ぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい。現在、翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で、源田モデル7式をプレゼント。現在、チャンネル登録者数9000人突破。皆さん、本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したら、さらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。